稲見彫刻は、富山県南都市稲見地区を中心に生産される木彫工芸品。稲見彫刻の発祥は、1390年に混流された稲見別院随仙寺が何度も消失し、その度稲見の宮大区により再建されてきたことが大きく関わっている。法歴、安永年間の随仙寺の再建には、雇用彫刻師の前川三四郎が、 京都の本願寺より派遣されたことにより、稲見の大工が指示し教えをかぶり、その後自社彫刻の技法が、乱馬や、死子等、天神様などの工芸品に派生指教まで受け継がれている。また4年に一度、南都市稲見国際牧彫刻キャンプが開催されている。伝統的工芸品産業の振興に関する法律5月25日、法律第57号に基づき、 1975年に国の伝統的工芸品として通称産業大臣より稲見彫刻共同組合が産地組合として指定を受ける。2018年5月24日には稲見彫刻を核とした宮大区ののみ一町から生まれた基彫国美術館稲見として日本遺産に認定された。現在、伝統工芸士一級稲見木彫刻師をはじめ、 組合員を含め、約300名もの彫刻職人が集中しているのは、世界的にも珍しく、随仙寺の参道であり、観光地化している八日町通り以外の住宅地でも、木彫りの土の音が聞こえ、この音が稲見の木彫りの音として、日本の音風景百選に選定されている。また、1947年に設立された、全国唯一の木彫りの専修学校、 職業訓練法人稲見彫刻工芸協会稲見彫刻工芸高等職業訓練校があり、師匠に弟子入りした生徒がデッサンや彫刻の基礎などを学ぶ。稲見彫刻の作品としては、欄間や獅子等、天神様像がよく知られており、日常生活で使用する木工品より美術工芸品が制作の中心である。近年では若手の作家が竜をまとった。 エレキギターなどもある。その他稲美別院随仙寺をはじめ、多くの寺社彫刻を手掛けてきた。また、富山県内には、数多くの引山祭りが行われているが、北条津、城花、矢尾、エビエ、伏木、出町、イスルギなど、引山を彩る彫刻や欄干などが、江戸時代より稲美の名工によって、製作や修理がされてきた。また、日本各地の祭り屋台や、 団地寺屋台の彫刻なども制作している。2018年6月に復元された名古屋城本丸御殿の上落殿将軍御座所には稲見の彫刻師が透かし彫り手法で制作し、京都の職人が極彩色に色付けした欄間7枚が設置された。最大のものは幅3.24メートル、高さ1.24メートル、厚さ0.27メートルの大きさで、 消失前の写真等をもとに7年の時をかけ、忠実に復元されたものである。南都市稲見国際牧彫,彫刻キャンプ稲見、彫刻祭稲見彫刻外にある道の駅、稲見敷地内にある稲見彫刻を紹介する会館である。富山県博物館協会加盟館。イギリスの建築家、ピーター・ソルターが、稲見別院随仙寺のガランをモチーフとして設計し、 1993年7月に開館した。コンセプトは、世界に誇る木彫ミュージアムで、画乱の回廊をめぐるような館内には、江戸時代の名工から、現代の名工までが掘り上げた数多くの貴重国が展示されているほか、展示品の販売も行っている。また、館内に、稲見彫刻共同組合が入所している。稲見、木彫りの里はじめ遊館には、 職人が実際に作業をしている匠工房があり、自由に見学できるほか、共有の駐車場には5メートル前後の木彫りの巨大なな、福人が展示されている。2014年12月31日放送の、絶対に笑ってはいけない大脱獄24時での、カボチャに掘られた、浜田正俊の顔と、翌2015年12月31日放送の、 絶対に笑ってはいけない名探偵二十四字での、浜田正俊から月定法制に変わる共像の原型を制作したのは、二人の稲見の仏師である。稲見の貴重国日本遺産、北前船で、富山、高岡ついか北日本新部運2018年5月25日一面、新港の引山1981年10月、発行 84P、 87P、87 P, 101P、108P、111P ハット、上花引山市1978年5月15日、発行 425P、429P、452P ハット、越中八尾引山ガイドブック2008年8月、発行 10P、11P、23P ハット、新港の引山1981年10月、 発行 113P、115P ハット、不識引山祭り再建1998年5月1日、発行 54P、55P 間の一覧表、165P ハット、富山県の引山1976年3月発行 28P ハット、富山県の引山1976年3月、発行 2P ハット、稲見彫刻受注相次ぐ、 祭り屋や,や断じり技術力実力 SNS で、評判北日本新聞2018年6月29日、22面、復元の名古屋城、本丸御殿将軍御座所に、稲美彫刻乱馬7年かけ忠実再現北日本、新聞2018年6月6日、26面、復元の本丸御殿公開名古屋城乱馬に、 稲見彫刻北日本新聞2018年6月9日6面、サントリー地域文化賞地域別受賞者一覧、サントリー文化財団地球市民賞、国際交流基金、巨大なな福人揃う稲見、木彫りの里高さ5メートル樹老人復活北日本、新聞に2017年10月17日23面、津稲見物資の技全国に、笑い、 ダウンタウン浜田さんらの像原型制作としこし、TV 番組で使用北日本新聞2016年1月13日28面稲見物資の技で全国に、笑いダウンタウン浜田さんらの像の原型制作。ありがとうございます。